はこれが私を癒してくれるっていうお気に入りの存在はありますか？それが白だったら嬉しいな、なんて。はい、ということで、今日はそんな白が大好きでやまない猫さんにまつわるほっこりエピソードを可愛い猫ちゃんの写真とともにご紹介します。さあ、それではほっこりしていってにゃん。はい、まずは酔っ払いさんのエピソードです。先日の午後10時過ぎ頃、電車降り帰宅しようとしたら、前を酔っ払いが千鳥足で歩いてきました。おいーひっとって感じですかね。微笑ましく眺めていたところ、しばらくすると酔っ払いの前から首輪をつけていない三毛猫がトコトコと歩いてきました。酔っ払いが、おお、迎えに来てくれたのかと三毛猫を抱きかかえ、また歩き始めました。迎えに来る猫なんて羨ましい。そんな風に思っていると、本当にお前は賢いな、黒毛も可愛いし、三毛？誰だお前となりました。缶コーヒーを思わず吹いたんですが、その後、まあいいか、今日からうちの子だとのことです。くそ、幸せになとのことでした。すっごい、全然柄違うのによくぞ抱きかかえたな、酔っ払いさんよって感じです。ほっこりしましたか？続いては、大切な猫を亡くした飼い主さんのエピソードです。以前可愛がっていた猫のメケが死んでしまいました。ペットの葬儀屋で火葬してもらうことに。遺骨はずっとお部屋に置いておきましたが、やっぱり埋葬した方がいいかなと思って、近所のペット霊園の合同慰霊祭というのに出すことにしました。合同慰霊祭とは言っても、広いお堂でちゃんとお坊さんが来てお経をあげてくれる本格的なものです。手続きをした時にペットの名前欄があったので、フルネームであるメケメケ王子3世と記入しました。そして合同慰霊祭が始まり、私は最後の列に座りました。お堂には50人くらいの人たちがいて、ほとんどの方が喪服を着用されています。神妙な顔でお経を聞いていました。そのうちにペットの名前が1匹ずつ読み上げられます。ジョーン、ベンジャミン、アイちゃんと続きました。この時点で付き合いで来ていたと思われる数人の方が震え出しました。やばいなぁと思いつつ、メケの順番を待ちました。案の定、メケメケおじさんせと読み上げられました。何人かが吹き出しましたが、泣いているふりでごまかしました。これはすごい、めけめけおじさんせご冥福をお祈りいたします。いや、最後にクスッと笑わせてくれる、そんなね、心優しい猫ちゃんだったんだと思います。次は可愛らしいお姉さんを持つ妹からのエピソードです。夜中に居間に行ったら独り言が聞こえてきました。誰かと思ったら、姉がペットヒーターの上で寝ている飼い猫に話しかけていました。内容が尋常じゃありません。焼き目がついたら裏返しますって言いながら猫をひっくり返したり、ここでワンポイントアドバイス、お腹を揉み込むと味がまろやかに、おー、いい色に焼けてますねと、チャトラ相手にいろいろやっています。出来上がったものがこちらに出てきて、試食のあたりで嫌気がさした猫が逃げ出すんですが、その時姉と思いっきり目があって気まずかったです。これを1日に 3,4 回はやっていますだそうです。お姉ちゃん可愛いですねはい、次は可愛らしい飼い主さんのエピソードです。朝目覚ましを消そうとして、一生懸命隣で寝てた猫たんの頭をチョップしてた。ビス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 って感じですかねやめてくれにゃーって感じですねほっこりする。はい、次は、お父さんを客観的に見ている娘さんからのご投稿です。うちは拾ってきた猫を飼ってるんだけど、父親はいつも猫に冷たいの。
それでも猫は父に懐いて、いつも父のトイレを覗いたり、お風呂から上がるのを待っていたりするの。その度に、またお前はちょろちょろついてきて、はぁ、とため息をついているお父さん。でも、ある日の早朝、まだいつも寝ている時間に目が覚めた私は、リビングに行ったところ、こんな声が聞こえてきてびっくり。はぁ、たまちゃん、あ、かわいいね。あ、抱っこしてあげましょうね。あ、内緒でマグロあげようかな。わぁ、おいしかったね。もうないよ。あ、残念。と、すごい裏声で猫のことを可愛がっていました。それから数日間、早朝に起きて観察してましたが、どうやら私の前以外では毎日気持ち悪いくらい可愛がっているみたい。そりゃ猫を懐きますよね。とのことでした。いやー、もうね、猫の前ではデレッデレなお父さん。ツンデレ？奥さんとか娘さんの前では見せない。そんなところがダンディでとても良い。はい、ということで、ほっこりする話題、シロが厳選してお届けしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。ちょっとね、深刻なお話かなと思ったら、最終的にね、クスッとさせてくれたり、猫を飼うことで人もいろんなね、新しい感情をプレゼントしてもらえたようで、シロ、なんかすごく改めて猫ちゃんを飼いたい欲求が高まってきました。皆さんは猫飼ってたり、なんかこう動物に癒されたエピソードありますか？はい、本日もご視聴ありがとうございました。それでは、まったにゃーん。ご視聴ありがとうございました。まだお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。 PC や一部スマートフォンからご視聴の方は画面のこちらから、その他端末をご利用の方は画面の下にある登録ボタンをクリックしてください。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。